はい。どうもラモックスです。今回ですけども、6月13日から19日までの練習メニューについていろいろ話していきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、ざっくり練習メニューですが、6月13日月曜日朝30分直で午後帰宅ラン10キロ。火曜日に関しては完全休養で、水曜日に関しては午後だけ帰宅ラン14キロ。木曜日、16日木曜日に関しては朝11.4キロ、プラス1キロ。で、午後が7キロの帰宅ラン。 17日金曜日が午後60分クのみ。で、18日土曜日が北宅ラン午後ですね。えー、14キロのみ。で、19日日曜日が朝10キロやって、夕方、まあ夜なんですけども、30分クプラス1キロ3本という練習メニューです。で、詳しく話していくと、まずこの13日月曜日なんですけども、前日に秩父の10キロのレースを走った翌日になります。僕の中では本来であればこの十三日月曜日はもう完全に休もうかなというふうにます。 思っていたんですが、天気予報を見たところ、この14日火曜日に雨がまあまあ強く降りますよという予報が出ていました。なので、えー、火曜日に休みにして、その代わり月曜日に、えー、ある程度距離を少し走ろうかなという形で、えー、走っています。ランナーだと、まあ、基本的には、えー、天気と相談しながら練習を組んだ方が僕はプラスかなというふうに思っていて、こういうふうに1日ずらしただけで、えー、晴れの日に走れて雨の 日を休みにして解除、えー、うまく雨を避けることができるんであればこっちの方がプラスかなと仮にですね1週間とかずっと雨であればそれはもう練習やるしかないので仕方ないんですけども、えー、こういう風にずらして、えー、晴れの日にしっかり走れるんであれば こっちの方がいいかなと。で、雨の日に走るとどうしてもいろんなリスクがあって、例えば路面が滑りやすいので、転ぶ危険性も確実にアップしますし、えー、着ている服が濡れてしまうことによって、えー、体が重くなるので、その分足に負荷、負荷もかかってしまいますよとか。で、あと雨降ってると注意力っていう部分も様になってしまうので、そういうのを抱えると、なるべくなら晴れの日に走った方がいいですよと。 で、先ほど言ったように1週間とか雨であれば回せるは仕方ないよねっていう形なので、僕は月曜日に、えー、帰宅ランとか朝30分クで、まあ前日のレースの、えー、筋肉数っていうのがかなりあったので、もう、 のんびり、え帰、ー、宅ランしました。えー、ほぐすイメージで走っています。なので、火曜日は休みですよと。で、水曜日の朝も若干雨が残っていたので、今現時点で僕の中では、決してその焦る必要もないというか、焦ってはいけないっていう状況なので、ここは休みにしました。で、帰宅ラン、この14キロ、えー、アベレージ4分53秒で帰ってきたんですけども、この帰宅ランが僕の中では、この週の中で一番感覚のいい帰宅ランでした。 えー、走、まあ、タイム自体はそんなに大したことないんですけども、走っていて、このその蹴ってる感覚、えー、走ってる感覚っていうのがすごいしっくりきていて、えー、怪我する前のような、えー、感覚で走ることができました。これは多分、えー、12日にレースが出ていい意味でも、えー、肺だったり筋肉に刺激が 入ったいだ、ここで来たなといすごい感触が良かったんですけども、翌日の木曜日朝11.4プラス1キロをやって、11.4がアベレージ4分10秒で、えー、リカバリー3分ぐらい取って1キロ1本が3分15秒だったんですけども、この時の感覚はもう悪くなっていました。ここの感覚のまま走ることができなくて、あまりしっくり来ないなと、タイム的にはいいんですけども、しっくり来ないなという感じで走る。 え、形になってしまいました。ただ1キロ、えー、この前の週が3分23秒だったのが同じコースで3分15秒で、追い込み、 具合というか、力の入れ具合っていうのは、ほぼほぼ同じような感覚で走ってこれぐらいだったので、確実に良、えー、くはなってるなという、えー、印象を受けていますと。で、午後に関しては、もうここのダウンジョックをイメージしてゆっくり7キロ走って帰りましたと。で、金曜日朝休んで午後60分ジョック。これも完全にこの辺の疲労を取るようなイメージで走っています。土日も同じく帰宅ラン。ここのタイム同じなんですけども、 明らかにこっちの感覚の方が良くて、えー、水曜日の時の感覚の方が良くて、えー、土曜日の感覚っていうのはあんま良くなくて、えー、走っててもちょっときついなと、えー、気持ちよくジョギングできてないなっという感じで帰っています。もう完全にこの金曜日と土曜日に関しては、えー、木曜日の このポイントに対しての疲労抜きっていう感じで走っています。で、19日なんですけど、朝10キロ、えー、アベレージ4分44って書いてるんですけども、この日、えー、ここから、えー、中2日空いているので、ある程度走りたいなと、ある程度体的にもいい刺激追い込みをしたいなと思ったので、朝、えー、近くですけども、山の方に向かっていって走って、結構なアップダウンを走りました。なので、4分44っていう、えー、決して速くないペースですけども、アップダウンが多かったので、この タイム以上の内容は あるというふうに思っています。実際に、えー、筋肉にも、えー、結構乳酸も溜まりましたしと、登りに関しては呼吸もかなり荒れるぐらい走れたので、えー、この辺はプラ、えー、しっかりしたポイントかなと。で、プラス日曜日に関しては、えー、夜も時間があったので、えー、スピードという面での刺激が入っていないなと、この1週間見てもここしか入っていないので、えー、そういう意味でもスピードの刺激を入れようということで、夜11時ぐらいなんですけども、えー、軽く30分ジョックした後に1キロかける3本やりました。 え、結果的にはちょっと小さいんですけども、最初に1本目が3分38、2本目が3分27秒、で、ラスト1本が3分15秒ということで、この1キロの間隔も意外と良くて、えー、もっと最初の1本目が45ぐらいの間隔かなという風に走ってゴールしたら38だったと。その時点で、あ、これもしかしたら10秒ずつぐらい上げれるなと思ったので、えー、27、15と上げていって、ラストのこの15に関しても、 えー、ここの15よりも少し余裕を持って終わる15だったので、えー、明らかに先週とかここに比べると、また一歩もしくは半歩ぐらいは進んだなという印象を受けるこの1キロ3本でした。以上がこの1週間練習メニューなんですけども、まず距離に関してはトータルで1週間で約90キロ走っています。この前の週、この前の週がだいたい60キロぐらいだったのが、えー 距離で言うと、90キロプラス30キロぐらい、えー、距離も踏むことができていますし、この木曜日の、えー、比べる対象としては、この木曜日が一番同じような練習メニューなので、この1キロの部分も、この前の週は3分23秒だったのが、今回3分15秒と確実にタイムも良くなっているので、まあ距離に関しても良くなっていますし、一度に走る北区の量も、えー、前、先週は最高で10キロだったのが、この週ってのは14キロっていうのも出すこともできていますし、えー、タイムも良くなってます。距離も踏んで ますってこの時の痛みとかも全然出てなくて、えしっかり練習できたので、確実に、えー、僕の状態っていうのも上がってますし、体重に関しても、えー、走り出した時、えー、ジョギングとかやり始めた時に体重測った時、マックスが57.6キロ。で、この日曜日の時に測ったんですけども、55.7まで落ちていて、約 2キロまあ2キロいかない 1.9kg ぐらいなんですけども、えー、体重の変化っていうのも実際に見えてきていて、まあ内容的にまだまだ脂肪、お腹の周りに脂肪もありますし、筋肉も完全に戻ってきてる感じではないんですけども、数字という面で確実に落ちてるっていうのは僕としてはすごい自信になるというか、えー、面白いっていうところで、えー、確実に、えー 一歩一歩踏み出していってるなという感じのこの一週間でした。まあぜひ参考にしていただいて、えー、僕普段であれば180キロが走ってますけど、この2週間でもまだまだ2週間合わせても150キロぐらいしか走ってないという感じなので、北宅ラン、あのー、北クランもそうですし、まだまだポイントっていうのも全然、えーと、まあ、前世紀に比べれば大したものではないんですけども、かこの練習メニューでも確実に良くなってるってことを踏まえて、えー 見ていただければなというふうに思います。以上、ランマックスチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。